子供たちがいたずらを覚えて。ロザリスじゃ大変だったそうだな。おかえり。そっちの様子はどう？頼まれてたものは全て手配してきたぞ。マーサの宿から腕利きの大工も来てくれる。さすがクライブ、仕事ができる。お前の方はどうなんだ？さっきカローンばあちゃんとブラックソーンじいちゃんが資材と工具一式を届けてくれて運び込んだところ、工房の設計も済んだし、あとは大工を待つだけだ。楽しみだな。こっちは一段落したな。ジルの様子を見に行ってみるか。あら、クライブ。ジルの具合はどうだ？よくはないわ。当面の間、休ませるべきね。そうか。タルヤ、彼女のことを頼む。ええ、任せておいて。そうそう、ガブがあんたのことを探してたわ。書庫にいるみたいよ。ガブか。そういえばトルガルのことを聞きにハルポクラテスのところへ行くと言ってたな。わかった、行ってみよう。ロドリグ、ベアラ、クライブ、あの施術、それでも俺や刻印だから、あれは覚悟、悩んでいた。そういえば君にお願い。もちろんだ。ありがとう。エルモネア、あの辺りで。よう、クライブ。さあ見てくれ。よろしく頼むぜ。なんだかあちこち騒がしいな。ミドがいるからさ。シド、何があった？はい、少しですが、そしてですが、心配、よほど危機、今をシド。わかった。ありがとうございます。コールから、もし怪我、ジルってば青い顔をしてたわ。今日は何か、いい品が揃ってるよ。ちょうどいただくよ。いい選択だ。おお、クライブ、どれが欲しい？大事に使えよ。またな。
おう、クライブ。トルガルのことで聞きたいことがあったんだ。こいつはどうやってお前のところに？俺が子供の頃、父上が北部遠征に出向いてな。その時、生まれたばかりのトルガルを拾ってきた。付近に群れはいなかったと言っていたから、親とははぐれてしまったんだろう。だとよ。どう思う？語り部。間違いない。トルガルはバリスゼアの北部に生息する兵糧という希少種だ。古文献によれば、兵糧は氷の女王に付き添う獣であり、高い身体能力を持ち、魔法すら操るとされている。フェンリルという呼び名もあるようだな。兵糧フェンリルか。確信はないが、氷の女王とは召喚獣シバを指していると思われる。シバのドミナントは北部人にしか生まれん。兵糧が住むのも同じ北部。何らかの関係があってもおかしくはない。なら、トルガルの力はジルの影響で？どういうことだ？氷の女王に付き添う。つまり、シバのドミナントであるジルと長らく行動を共にするうちに、兵糧としての力に目覚めた。そして、彼女の危機をきっかけに覚醒したとしたら。確かに、あの力を使ったのはジルを助けようとした時だったな。今の話なら合点がいく。それはおそらく兵糧本来の力。トルガルが真の能力を得たということだろう。トルガル、すげえじゃねえか。まったく驚きだよ。いずれにしても体の方は心配あるまい。さっきもここに来るなり、わしの木の実をガツガツ食っておったくらいだよ。ここにいたのか、クライブ。マーサの宿からバーナードが来てくれたぞ。いよいよ着工だ。ほら、クライブも立ち会ってくれ。わかった、すぐに行くよ。来たぞ、ミドの工房の完成だ。よかったな、ミド。クライブやみんなが協力してくれたおかげだよ。ここでは隠れ家の生活に役立つものを作るだけじゃなくて、いろんな研究もするつもり。いい成果が上がればクライブにも教えるから、楽しみに待っててくれよな。ああ、期待しているよ。そろそろフーゴの行方の見当がついただろうか。ビビアに聞いてみよう。いいなあ、私もミド先生。ミドの工房。ビビアン、進捗はどうだ？芳しくない。フーゴの行方についていくつかの知らせは届いているが、いずれも決定打に欠ける。ロザリス付近での目撃でもあればよいが。そうか、もうしばらくかかりそうだな。お前の考えがまとまるまで待たせてもらおう。ここで待つのか？いけないか？君、世が世なら
冷酷無慈悲な暴君になってそうだな。安心しろ、俺が君主になることだけはなかったはずさ。それは頂上だね。クライブ、ちょっと来てくれ。ちっとばかり、厄介な客だ。客だって？世話になったな。旦那ならいつでもどうぞ。バイロンおじさん。おお、クライブ、お前のおじさんがはるばる会いに来てやったぞ。アルメキアから停戦の申し出があった。いかにすべきか。非を認めたというのであればこちらは断る理由はあるまい。ええ、この島もまだまだ物資が足りていない。ダルメキアからは相応の賠償をいただきましょう。さよう、金はいくらあっても困らん。まずは懐で誠意を示してもらおうではないか。無論、かような話ができるのもダルメキアを手玉に取ったオリビエ様の功績。まったくですな。そのお若さで風獄プカと相対し、それだけでなく、まさかこれを懐柔なさるとは、誠に感服いたします。聡明なるオリビエ様にクリスタルの加護を。大いなるクリスタルの加護を。加護を。さて、残る問題はダルメキアの軍勢をいつ引かせるかということですが。ディオンが全て焼き払えばよいのだ。どのみち条約締結まで奴らが動くことはない。それまで停戦をちらつかせ、金品を持参させておけばよかろう。受け取ればそこで終わり。後の面倒を見る必要もあるまい。ゲーカ、ディオン殿下がご出陣なされば、敵も風獄プカを出してまいりましょう。もしそうなれば、当然のことながら我々も甚大な被害を。風獄プカは出てこんよ。彼は遠方で戦ごと、急ぎ戻ったところで到底間に合わん。バハムートとタイタンの勝負をこの目で見られんのはいささか残念だがね。民はいかがなさるのです、ゲーカ。万一戦火が広がろうものなら、居住区への被害は甚大に。多少の損害など捨ておけ。人が死ぬというなら、また埋めばよい。建屋が燃えるなら、また建てればよい。簡単なことではないか。ディオン。はい、ここに。
宅せよ。ですか。同じことを言わせる気か。直ちに陣営戻るがよい。承知いたしました、ゲイカ。命とあらば直ちに。父上は何をお考えか。星読みたちは何と。星々の動きに変わりなく、ディオン殿下に裏切りの強調ありと。アナベラが正しいようだ。そうか、ディオンめ。どうしておじさんはここに。とにかく桟橋へ降りよう。子供たちがいたずらを。騒がしいわね。久しいな、クライブ。出迎えご苦労。驚きましたよ、おじさん。ウェードからこの場所を聞いてな。用事のついでに立ち寄った。何でも種火の守り手の者が戦火のロザリスでお前を見かけたらしい。だったら詳しい事情を知るのに直接話した方が良いと思ったのだ。確かおじさんはポートイゾルデでロザリス城からの避難民を受け入れていたのですよね。ああ、そうだが。少し伺いたいことがあります。作戦室にいらしていただけますか。よかろう。そうだ、おい君、そこの箱に2000万ギルほど持ってきた。活動資金の足しにしてくれ。2000万。わしが知っているのはそんなとこだ。なるほど、ポートイゾルデ沖に船団か。しかしまさか風獄プカとやり合っておったとはな。奴の行方を探るのにわしの見聞が役に立てばよいが。どうだ、ビビアン。ああ、協力者から寄せられたウォールード兵の報告にロゼフィールド卿の話を合わせれば流れが見えてくる。地図を使って改めて説明しよう。風獄プカはテゼイを引き連れカイロからロザリアへと入った。ならばウォールードの連中はどうだろうか。ウォールード王国があらゆる戦場に顔を出せる最大の要因はその海軍力にある。黒き大型帆船アインヘリアルを旗艦とする艦隊は有名とどろく騎馬兵団と並んでかの国の二枚看板だ。灰の大陸に本拠を置く奴らが他国に入るには必ず海を渡らねばならない。素直に考えればウォールードもまたカイロでロザリスに入ったとすべきだろう。ここで問題だ。負傷したフーゴをかくまい養生させるのに最適な場所はどこか。治癒魔法に用いるエーテルが豊富にあり奴が休める居城もある場所。
走、ドレイクファングに他ならない。ではカイロより現れたウォールド軍が風獄プカを連れ去ったと仮定しよう。ノズフィールド卿の話によれば、ポートイゾルデ沖で風護の手勢とおぼしき船団が目撃されていた。だがドレイクファングの麓に入るには大陸南端を迂回する必要があり、波は高く時間もかかる。果たして重傷を負った風護に命の危険もある長い船旅を強いるだろうか。そこに来てウォールードの兵装をした者たちが砂漠方面に向かっているとの報告が上がってきた。陸路を選択したとするなら、砂漠を横切ることで海路に比べてかなりの日数を短縮できる。つまり船ではなく、そのウォールード兵こそが風獄プカ逃走の本命だ。これが私の考えさ。なるほど、砂漠を渡ったか。確かにポートイゾルデで見た船団には違和感があった。どこか緊張感が薄いというか、士気が低いというか。ビビアン城はあれが陽動だというのだな。しかり。ご敬願です、ロズフィールド卿。クライブ、ベルクロイ砂漠からドレイクファングへ向かえ。かなり時間は経ったが、足取りをつかめるはずだ。なら、わしも途中まで同行しよう。ちょうどダルメキア方面に用事があったところでな。わかりました。俺は支度を兼ねて仲間に行き先を伝えてきます。この辺りで待っていてください。おお殿、早く来てくれよ。ミドの工房作り、シドも。おっと、フーゴの行方に見当がついた。これからドレイクファングへ向かう。まさか一人で行くってのか。今回の目的はフーゴを撃つことだ。マザークリスタルの破壊じゃない。危なくなればすぐにでも逃げ出すさ。ドレイクファング周辺はフーゴの息がかかってる。もし何かあったら砂漠の耳ルジェナ・ダリミルってやつを探してみろ。それはシドと個人的につながってた協力者だ。ダリミル宿場に住んでること以外は俺も素性を知らない。あいつが死んでやり取りも途絶えちまったが、事情を話せば協力を仰げるかもしれん。心に留めておこう。そういや、ロズフィールド卿はどうすれば。艦隊しようにもうちの隠れ家じゃな。ああ、おじさんは俺と一緒にここを立つ。気にしないでいい。だったらいいけどよ。二人とも留守を頼んだぞ。気をつけてな、クライブ。こちらの支度はできました。おじさん、行きましょう。うん、善は急げだ。出発しよう。金持ちの貴族どもがいなくなって。
コール。ええ、ドリス、モス、ベアラ、数名はベアラ、彼ら、今ここ、わかり、ベア、ありがとう。ああ、あの2場所か。誰だ？助け、ゴブリンたち。主も。そうか。生きることもし。シド、はあ。彼らが信じて。ああ、シド、頼むぞ、コール。エルモの野草は川の近くに。この辺りを探すか。これがエルモの野草に違いない。多めに取っておくか。よし、これだけあれば足り。
子供たちがいたずらを覚えて。シド、コールのすぐ今回か私そん無事でない石の剣刻印お前コール、たとえ明日私は渡した。ああ クライブ、これで。ああ、頼むわ。ゴムだかり。確かに。ここそろそろ。お前、どクライブ。来てくれたんですね。こちらが各地から届いた品です。こちらの品ですね。時々覗きに来てください。この道を通るのも久しぶりだな。しばらく行った先に宿場町がある。まずはそこを目指すとしよう。わかりました、おじさん。あの遺跡の先にダリミル宿場があるんだ。砂漠は迷いやすいからな。あれを目印にするといい。前に幼いお前を連れてこの道を通ったことがある。
確か兄上とドレイクハングの視察に行った時だ。父上と一緒に。さすがに覚えておらんか。ジョシアが生まれる直前だったからな。お前は弟に会いたいばかりに、帰り道は随分気もそぞろで、一人で挙句に馬から落っこちよってな。泣き叫ぶクライブを見て、あたふたする兄上は、そりゃ見物だったよ。静かにな。ふっ、うん、果たして、ファイターだ。くっ、ロザリアの件。見えてきたぞ。あれがダリミル宿場だ。やれやれ、暑さで喉がカラカラだわい。少し涼んでいくとしよう。確かに軍用のチョコボだ。兵士どもは旅籠で一休みといったところか。軽く探ってみよう。お前がいると目立つな、トルガル。少し待ってておくれ。
いらっしゃい。食事？俺の相棒が腹が減ったとうるさくてね。おすすめは何だい？そうね、軽いものでよければチョコボ肉とひよこ豆のスープは評判だよ。じゃあそれとエールを。どうも。おい姉ちゃん。はいはい。お前の相棒、従者よりはマシでしょ。ジョシア様、やはりこのまま旅をお続けになるのは危険です。一度どこかで体調を整えられた方が良いのでは。いや、このまま向かう。ルサージュ教が前線に出ている今が好機なんだ。これを逃せば難しくなる。何としても彼と話をしたいからね。分かってくれるかい？ええ、ではせめて薬をお飲みになってください。水をもらってきましょう。こんな砂漠まで警備せにゃならんとは。お客さんは無事にドレイクファングに着いたんだ。それでいいじゃねえか。しかし騎士長殿はなんでここまで奴に肩入れするかね。いくらドミナントとはいえ、あんな間抜けな奴によ。風獄プカのことだぞ。こいつを食べたら先を急ごう。おい、そこの。おじさん。すまん。立てますか、ジョシュア様。どうした？面倒なことが起きそうです。あんたら旅の人かい？実は俺たちもなんだよ。どうもこの辺りに不慣れでね。ちょっと案内してくれないか？すまない、この後カンベルに向かう予定なんだ。なーに、そんなに時間は取らせないから安心しな。なあ、やれやれ、こっちも急いでるんだが。おじ
じさんは影に。わかった。こいつらを締め上げるぞ。援護をかけさせる。騒がせたな。ところでお嬢さん、あのスープだがな、血と塩が足りんぞ。今のうちに。ジョシュア様。構うな。クライブ、一体どうした？いえ、何も。行きましょう。ジョシュア、ともあれこれでわしらの目的地がはっきりしたというわけだ。ええ、フーゴ・クプカはドレイクファングにいる。おじさん、すぐに向かうとしましょう。割れないズボン。奴ら、主人の緊急事態に当然の対応とはいえ、こいつは参った。あの南門を越えねばドレイクファングにはたどり着けんぞ。
何とかしなければ。わしらもこれ以上は目立つわけにはいかんしな。砂漠の耳ルジェナ・ダリミル、その御人から力を借りましょう。お前が聞いたという素性の知れぬ協力者か。だがどうする、名前以外は分からんのだろう。探すしかありませんね。これまで会ってきた先代指導の協力者は皆その町の実力者で、めぼしい家業を持っていました。ルジェナ・ダリミルも同様かもしれません。となるとこの町で顔の利く商売人を探すのは早そうだ。この辺りから聞き込みをしてみましょう。これじゃドレイクファングに戻れますよ。見てってちょうだい。また来てよ。今回のクリスタル配給は終わりだ。散った散った。そんな。何か用かい、旅人さん。わしから話そう。わしは貿易商でな、この町で新たな取引を始めたい。ここで顔の利く商売人とよしみを結びたいのだが、どこへ行けば会えるかね。そうだな、ダルミルは浴場と交易、それから火事が有名だ。その大棚の主人なら相応に顔が利くだろうさ。なるほど、行ってみよう。ちなみにルジェナ・ダリミルという御人をご存知か。いや、聞いたことないね。そうか、ありがとう。なんだい、忙しいんだが。時間は取らせない、人を探している。ルジェナ・ダリミルと呼ばれる人物を知らないか。誰だいそりゃ、聞いたこともないね。そうか、ならこの町で一番羽振りのいい店を教えてくれ。取引がしたいんだ。となると茨の接吻って鍛冶屋だな。あそこは職人の腕がいい。店主もまだ若いのになかなかのやり手だよ。茨の接吻だな、覚えておこう。町の実力者となればそれなりの年だろ。若い天使というのは違うかもしれんな。よし、それなら古参の商人で探ってみるとしよう。なんだね。ルジェナ・ダリミルという人物を知らないか。この町に長く根を下ろした古参の商人だと思うのだが。だったらフェルダに聞いてみな。あいつはこの町に長く住んでる。古い商人たちをよく知ってるだろうさ。多分浴場のあたりにいるよ。ありがとう、訪ねてみよう。クライブ、うまくいったな。ええ、ではヘルダという人に話を聞いてみましょう。